長住まい。

えー、今日もひろしと、真きと徳ちゃんと直しでお届けしていきますということで、はい、久しぶりですね、皆さん、お元気ですか <laughs> <laughs> ええやまあ、ひろしは2週休んでますからね、そうですね、あの広島行ったのと、ほら、今きょう<あ>は球場からですね、実は今日は札幌ドームにね、<laughs> さっきまで、<laughs> さっきまで行って、これ、録音、録音、何の録音 えとさっきまで試合が先ほど終わりましてえーカープ負け最後9回粘ったんですけどえまさかの三振でバツはい2勝2敗タイということではいま,ああのまたあまたカープは多分ジョンソンだと思いますうん明日勝ってまた広島に戻るとうん興味ないいや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 どこまでどうなるかね。いやいやいやまあ大丈夫勝つと思いますけど と、はい、ういうことで、うんえー、先週、僕、シアトルからラジオを聞いてましたけどあの、のりちゃんとか届いてないとか届いてるの話ですけど、ちゃんと届いてましたね、先週もね。直しがただ、面白くないから読みたくないって言ってただけかもしれない。いいややそんなことない <laughs> はいといとうことで、えー、先週は初の正木直しコンビの MC、新鮮で楽しかったですといつもより徳ちゃんの笑い声が響いてたのも印象的でした。 えー、プロ野球日本シリーズ盛り上がってますね。この放送が始まる頃には第4戦も終わってるはずなので、広島日本一に大手、または2勝 2, 2敗の五分五分、どちらの結果になってるかドキドキです。広島海外出張から無事帰ってきましたよ、はい。今日は4人久しぶりで楽しみにしてます、はい、ということで、ゴ分になりました。この五分五分と、はい、その前、何だっけ、広島日本一の大手。 または2対2の五分五分あドキドキかけてるはずねいやいや知らんけどかけてたのそれは後で確認していただいてということでいいですかねオープニングまあでもあのシアトル行ってきましてちょっとカープールレーンを生カープールレーンをカープすごかったでしょはいすいすいでしたねレーンによってはこの2人乗ってたらっていうのと 3人乗っあとはその多分トラックの絵もあったんでトラックか、うん、カーの絵もあったんでパンプルールレーンだったかな、うん、とあとはそのエ,コエ,コなエコカーだったら、うん、そっち通っていいよみたいな、うん、でもう横三車線渋滞してるところも、うん、このさらにウーバー初体験しましてですねはいはい<今>ウーバールーバーいやウーバールーバー古いな <laughs>、あのー、一般の人が運転手でほぼほんにここ,ここに来いって言ったら全部3分以内に来ました 6回ぐらい乗りましたけ、はい、3分、ウーバーだらけなんですよ、このアメリカはも<ー>であのウーバーでもうご飯食べてる人もいるし、はいはい、最終日乗った人は仕事してるんだけど、うん、日曜日とか空いてるから、うんうん、まあちょっとアルバイト的に、ウーバーねそれはその通訳がいたから、こんな内容知ってるってことでいいいや、もうウーバーすごいですよ、はいと、ば、えっと、ーいで終わつです。<laughs> <laughs> いや下手に喋りかけたら喋ってきますからね、<ー>向こうは。だからもう、あのもうできない感じでも、はい <laughs> と、バイで完結するんですよ。チップ代もあの含まれてるんで、カードの中に。ああ、いいね。であの、ちゃんと領収書も最後出ますし、うんうん、ただ、一回だけ、ウーバーのれのれ詐欺みたいなのが<ー>でして、呼んだことない人がつけて、俺だみたいな感じで、のれみたいな黒いバンに載せられそうになったんですけど。うん これは何車のナンバーとかがナンバーが出て、そのナンバーを違ってた。違ってたけど、折れたみたいな主張してくる黒人がいて、全力で拒否しました。だって次、呼んでる人も来るからね。ちゃんと評価をしてあげるっていうシステムなんで。い本当に便利だったんで。ちょっと日本でもどういう形でできるかわかんないんですけど。カープルは、鶴穂、大臣さんも、ちょっと前向きということで。あの人スピード違反も するし <laughs> 飛ばしたい人だからね。こんな渋滞したゴーパジーではスピード違反もできねえってことでカップール導入してくれそうなので <はい S 1> 楽しみですね。はいはいということで体験してきましたということで <うん S 1> じゃあ早速行ない,いきたいと思います。<うん S 1> 覚えてる？終冠ちゃんとこれでしょ？<laughs> そうだそうだでしょ？<laughs> ちょっとまた今の話とちょっとかぶるかもしれないですけど外国人観光客との事故で怪我、えー、沖縄署人身扱い拒むということで、えー、これは10月20日木曜日、うん、タイムス社外面ですね、えー、沖,縄市沖縄市内で、えー、外国人が運転するレンタカーと 県内在住の夫婦が乗る乗用車との衝突事故が発生し、けがをした夫婦が後日人身事故届け届出のために沖縄署に提出しようとした診断書が外国人が帰国して不在であることを理由に受理されなかったことが19日までに分かったと。で、えー、事故当事者には物損やけがの事実を警察に届けることが道路交通法で義務付けられているが、警察が断っていたということで。これどうですかちゃーんと ちゃんとですね、うん、これ実は結構この記事になる前に、うん、こ,あのここにもあるんですけどこのフェイスブックでね、うん、結構この女性がこういういきさつがあって同行っていうよりは同じ思いをする人が増えてほしくないっていうことで書いてたのを直しには早めにね、うん、こういうのあるから記事にした方がいいんじゃないっていう話はしたんですけど今話もあったら「沖縄タイムス <laughs> 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 ということで。 これでも遅い方だけから警察としては結局外国人だからもういないからもうできないって言っちゃったとでもそれは後日謝罪があったみたいですけどそんなことを言ったらね逃げたもん勝ちみたいになりますからねひどい話で今レンタカーも半分外国人ということでますますこういう事故も増えると思うんですけど。 まああのちゃんと自己処理をすればそういうい対応ができるというでも本当に結構なこれ問題で、うん、まあ保険会社に勤める後輩の話によると、ねうん、結局、追いかけられないっていうかまあ追いかけるんだけど、うん、最後はもう保険会社がやるしかなくて、うん、で外,外国の本当に病院かもわからないところから請求書とか領収書みたいなのが出てくるらしい。うんうんうん でももうそのお金払わないといけないしうん、うん、すごいコスト的にやばいとなんか、まあ、事故も増えてるってことでね、まあ、外国人が運転するってことでうん、うん、でこうなると保険料上がってくるさねでこれがその外国人だけ保険料上げるのか、うん、まあみんなに負担がくるのか、うんうん、なかなか,なかなかなこれ社会問題ですよね 保険料上げざるを得ないかなっていう、うんまあ、逆に外国人が乗るんだったらちょっとレンタカーの保険はちょっと高くするとか、うん、そういうのでもいいかなと思いますけど、うん、まあいい記事なんで新報さんも書くのかなもう遅いでしょうもう遅いかな、はい、もう20日でもう今日26日だからねはい残念ということで次いきますメトル十1 8ンチのハブ取ったどうということでこれはですね えー、あすみません、10月24日、沖縄タイムス、地域の、ね、タイムス。はい、いやこれ、新報もあったんですけど、ちょっとタイムスのほうからいきます、はいえー。羽生鳥名人として知られる益城、えー、さん、59歳が17日午前2時ごろ、えー、国頭村の山中で、山中か、山中で体長2メーター18と、重さ2キロの雄の羽生を生け捕りにしたと、羽生鳥歴約30年で、最も大きな羽生といい、大物が取れてよかったと喜んでいると。 で、えー、晴天の日はほぼ毎日ハブトゥに出かけ年間約500匹を捕獲するというマシキさんとまあ2メートル越えの捕獲は一年ぶりといい笑顔が絶えなかったということでこれどうですかちゃんとハブトゥル <laughs> ハブてるハブトゥル <laughs> これとこのちなみにこのヘビは新聞によると4万円で売ったと、うん、売ると<お>すごいね。 まあ半分のじゃあ1メートルでも2万円で売れるとしたら、はい、500匹でね、この人は,あの1000万は年間、この人テレビにまた別のでたまたま出てたみたいで、うん、えと今までで1億4000万 <laughs> <laughs> ハブでハブで,ハブで1億4000万売り上げしてるということで本当に申告してるかね原価0円です、ちなみに。<laughs> まるまる売り上げなんで。まあ、普通に行くと7000万ぐらいは税金で行かれてるはずなんですけど、あの、ちょっと国税入った方がいいと思います。いやいや,いやこれまた高木さんのパターンじゃないこう、アピールして、ああテレビ出て、あ,あ,あ,あれってなるですね。あれ,あれちょっと、一億、あれみたいな。もしかしたら次新来週載ってるかもしれないですね。脱税で逮捕。怒られるよ。え怒られるよ<え>。納税してるかもしれんしね。ああな ヘビゼわからハブさんも領収書切ってるかねちゃんと相手の取られる側のハブさんいやハブさんはお金払ってるわけじゃないからその買う人が払ってるんか3四歩とかさそれそれハブさんねそれハブ名人ねどうハブ名人でしょいやいやこれあじゃ五二将棋のハブ名人じゃないからあそハブ取り名人5二成金成金えやいやいやもういいです成金はいいです でもすごいですねあの。これで完全に成形立ててますよね。うんあ。いやいや、そうは言ってないでしょ。いやいや、だって、年間500匹で単純に。まあ、2万。さっきの大きいから4万だらいや、1000万いけるわけよ。でしょ、うん、完全に成形立て原価0円だからね、うん。そうだね。原価0円結構好きだよね。うん、だって、<laughs> 原価が800万だったら1000万、大したことないけど、原価0円だから、ほぼ丸々利益ということで。でなんか、徳ちゃん言ったら、ハブ種にしたら結構また高く売れるみたいですよ。 これもちゃ話していいのいや、だめです。あ、だめです。はい、次いきます。えー、はい、また続いて、えー、琉球新報、うん、10月25日、<お>市町村面から、はい、サボテン8メートル、バナナも13段ということで、えー、これですね、もののけ姫に出てくる神,神神様、神神様っているのかね、知ってますわかんない、ちょっと漢字が見えない。えっ、ー、と 近所の人たちが見上げながらそう話すのは那覇市アジ雀アに住む日賀さん59歳の庭にそびえ立つ8メートルのサボテンだとバナナの実は13段もなって,なって実り実だけで高さ9 0ンチほどにとどちらも日賀さんが捨てられそうなところを助けたことがきっかけとでバナナは食べてみると甘くて美味しかったので引っ越しを続けながらも大事に株分けをしてつなぎ今のバナナにつながったというこれどうですか ちゃんとしてる。そんなバナナじゃないの。え、だから今日はこうメモメモ書きがないからアドリブに期待してたんだけどね。厳しいやブルガリさんが出ました下の恵姫もうブルガリさんに負けてますからね。スラグの返しがちゃんとしてください。いやサボテンは別にそんな下の話じゃないでしょ。まあまあまあでも今まであの何ですかパパイヤでこういうのありました。今回バナナということで。 すごいねバナナ黒帯だねこれ13段そうですねバナナ13段で5段だったら茶帯かなツ <laughs> ッコミ入ってますだったら黒じゃって言ってますけど<笑><笑>すいません、はい、まあでもすごいですね比嘉、うん、さんのボランティア精神というか、うん、捨てられてたところに話題になるとうん ん <laughs> じゃなくて <laughs> なんかバナナの波に膨らましてもらってじゃ <laughs> ちょっと難しいな、まあ、でも難しいなサボテンか、うん、そうだね何も考えてないでしょう、まあ、また次バナナネタあったら、はい、バナナサボテンネタあったら続ということでまたお送りしたいと思いますサボテンサボテン、うん、いいですかはいどうぞ、はい、次いきます、えー、10月26日水曜日琉球新報経済面からですね えー、女性はジム、男性は IT ということで、これ、なんだということなんですが、えー、求人情報誌、アグレを発行する求人沖縄が、25日に発表した求職者同行アンケートの結果によりと、うん、やりたい仕事の1位は女性がジム、だジムってあれだよ、これじゃないよ、ジム、うん、員のジムね、うんうん、で男性が IT、ウェブだったと。 やりたくない仕事では男女ともコールセンターが最多となり介護も男女それぞれ3位以内に入ったとで調査を実施した求人沖縄の比賀,賀部長は、うん、求人誌の掲載件数は5年前の2倍の1000件で推移するもののそのうち正社員募集は2割から3割にとどまるとで求職者の希望割合と開きがあり求人が増えたといっても厳しい状況がうかがえると指摘したということでこれどうですかチャン 何に関してはいや本当に来週からちゃんとメモしよういやメモしようっていうか考えとってもらっていいちゃんと俺今日新聞記事も1ミリも読まされてないからさもうちゃんとかちゃんとしてるどっちか言えばいいかなと思ってまあまあまあちゃんとっていうか僕が気になったのはね男性のやりたい仕事1位は IT だったでしょ2位がジムっていうね <laughs> 何なんだろうね、なんか普通さ、さ、ね、デザイナーとかさ、野球選手とか、そうとまあまあ、これは、まあ、あぐれに、<laughs> 野球選手の募集見たことあります <laughs> ?4 番打てる人とかさ、<laughs> 年間で2割5分は打てる人とか、あるそかじゃあ、現実的なやつしかだめってことね。なんだけど、それにしても営業とかさ、うんうん、なんかあるじゃん、あのあ夢が、デザインとか、そういうのがなくて、うん、ジムっていう、なんていうの 会社に一人いるかいないかの <laughs>、うん、仕事をやりたいかったらそれは人来ないよなと思って募集ね、うんうん、そうなんかちょっと寂しいなってまたあのよくわかんないのがあのや,やりたくない仕事の1位のコールセンターが、うん、やりたい仕事でも上位に入るっていうなんかこれんていうのサンプルが少なすぎないかなとやっ、うん、種だってこれ人数乗ってないでしょ人数はえっ、ー、と411人少な 元々まあそういうなんていうかな,なんかせなんてちょっとバイト的なこう、うん、人のデータじゃないかなとは思いますね、うん、ジムでいいやぐらいの、うんうん、まあちょっと、まあ、だとしてもちょっと男性の2位がジムっていうのは非常にショックですねなるほどねどうですかなんだまあなんだろうねじゃあこれでもさ、うん、なんでこのアンケートを2年ぶりにやったっていう理由の方が自分としてはちょっとびっくりで儲けすぎたんでうん アンケートやっっっててみましたたここれどこに書いあけもうちょい下に書いてるでしょこう求人する側の会社へ利益を還元するためにアンケートしましただってそれはさ戦車社だよ5年前の2倍だから戦車社で2万でも2000万、うん、1>, 1週間で2000万売り上げてるってことそうなるのかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえず儲かってると思いますよすごいなうん 今、ね、正木さんは今コールセンターを使って営業してますからねなんでそんなネタバラシするの <laughs> <laughs> いやいやいやお世話になってるってコールセンター本当優秀だよね、うん、なんかやっぱりや,やりたいっていう人も多い,多いから、うん、まあそういう頑張る人もやっぱりい,いるってことだね、うん、実際頑張ってるんでしょ、うん、すごいコールセンターが頑張って営業は営業も頑張ってる,頑張ってる <laughs> ああよかったですそこ頑張ってなかったらどうしようかなと思ったんですけどだからほら今日あのカープのシャツも準備する時間もなく出っ放しだったからね、うん、いやでもそれはすごいあの嬉しい悲鳴ということで、はい、よろしいですかということで以上「週刊ちゃんと」でしたということでをお願いしますちゃんとしないと ブルガリさんの返しの方がすごいよね。ね AV ダしたいなとか。ダッジオイフと寝るのが。のが <laughs> 攻めとるな、<laughs> ブルガリさんが。<coughs> 次なんだっけ、ね、ちゃんと狙い撃ち。やべ。まずいな、今日。スタッテシしょ。 3, 3分から4分ねおもしろいなよなんもないなちゃんとしないとはいということでうん。 じゃあ続いてこんな行きたいと思います。はい、一回タイム入ります。あ、タイム黒だ。特みでタイムが入りました。はい、OK です。じゃあいきます。っきの狙い撃ち。あちゃんとだ。時差ボケですそう時差ボケがまだですタイムラグ。ちゃんと狙い撃ちということん何狙い撃ちますかね 最近あまり怒りもないもんですからもう最近うんまあ怒、まあ、ってると思いますけどね定期的にいえあの車の、うん、タイヤ交換ちょっとしたんですよ何ですかなんか溝がなくなってたから、うん、でタイヤ交換したら、うん、このタイヤ交換したとこから、ま、じゃあありがとうございましたみたいな感じで出発したわけです そしたら車のなんかランプが光ってて、うん、なんか空気圧のバランスが悪いですよみたいなあこれちなみに4本変えたのうんああはいはい、まあ、単純に車高がちょっと下がったのか理由は分かんないんだけど、うん、でまた車買ったところに電話したら、うん、リセットすれば治るみたいな、うんまあ、車すごいなっていう話からなんだけど、うんまあ、そういうのがありますと、はい、で何が言いたいかっていうとバランスってやっぱ大事だなっていう話でうん このね、今、電通の10時に帰れとか銀行の時も早く帰れとか、うん、そういう習慣あったんだけど、うん、結局、この仕事と、うん、なんか精神とか仕事と体のバランスとかも、うん、なんか簡単に分かればいいのにね簡単に分かるっていうのはどういうことですか,ですかだからああいうラ車のランプみたいになんかランプがついてからああ、バランスおかしいですみたいな、ね、あなた疲れてますよみたいな、うん で前、話したけど居酒屋のトイレに最近よくこの昔はこういう丸いのがいっぱいあって、なめ玉みたいなのが5個ぐらいあってピンクとか黄色のがあるでしょ、それを狙い撃ったり、変なハエのマークのシールがあってもうちょっと奥に息子を寄せなさいみたいな話があるでしょ、で最近、このタンナ・ファークルみたいな大きさの。 みみの、はい、白い中もあっってな色は水色なんだけどし、うん、っこかけたら白くなるのからあれ売れてるね売れてますねこれ岡山さんがあるよって言って確かに注意してみると結構色な店にあるんですよいろんな店に今最近出てますねでどこが作ったのかわからないんだけど、うん、俺だったらあれにまたそのリトマス紙みたいな成分を埋め込んで自分の尿が色でうんうん、うん、はい尿をは,はい。はいはいはい この痛風よりだとか反応してくれるのを作ってくれたらこの僕の体のバランスとか見れていいんじゃないっていう全然面白くない話なんだけど <laughs> 自分で言っちゃったね <laughs> まあでもそれはいいアイデアだと思うどうせね、うん、かけるもんですからそれでよ,よくあなんかそういうトイレができるとかできないとか昔言ってたさ毎日健康チェックできるあ,あ,あれどこ行ったんかね,ね それまあ難しいのかな、そのうん、尿だけで判定する、でも尿検査があるぐらいだからね、酸性よりかアルカリ性よりかってすぐ分かりそうじゃない、うん。だ逆、作ったらいや<れ>いい、誰か作ってください。<laughs> <laughs> 投げましたね、<laughs> これ売れると思 <laughs>、はい、そうよ、ね。ちょっと皆さんもぜひ、ちょっとトイレ行った時、ちょっと白いあの、最初白だったっけ水色が白になるんだけど。 でもなんか仕掛けがあるんじゃないあれが売れてるっていう理由はなんかあれだから掃除もしきれいにしてくれるからだと思うんだけど、うん、あのコロコロのやつあんまりコロコロの下ぐらいしかきれいにならんからいいと思うというかまあすみません、まあ、バランスが大事ということこれ知ってるってこれ強引だね、はい、いやまあいいんじゃないですかさっきの,あの打ち合わせしてたガスト店員一人しかいないって投げてたよあこれもバランスがね、うん、だってなりたい職業のジムだからそう <laughs> アルバイトファミレスでアルバイトしないんでね、はい、ということで失敗したなやっぱり、はい、やっぱりバランスが大事ですということでいったんまた CM いきますすみません沖縄の印刷会社ってホームページに料金表が載ってなくない安心してください載ってますよ A4 片面フルカラー2.53円からコピー安ウィ安い格安印刷パッとする 印刷沖縄で検索はいではまた続いてこのコーナーでいきたいと思います大人のホテル情報わー久々の大人のホテル情報ですけど <laughs> 久々じゃないゃあ早速っ先週もやったからね俺がやってないか <laughs> はい、すみませんじゃあいきます隠れんもクラブ10部屋空いてますわー続いてウォーターホテルハブ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  部屋空いてますホテルエンゼル大体空いてるい空てるってどういうことですかまあだいぶ空いてるってことだよね、まあ、ちょっと言い方を変えてきたっていうことですかね <laughs> お客さんに大体空いてますよって言うかね <laughs> 電話して <laughs> でも行ったんでしょ <laughs>、うん、ということで早かったね <laughs> 早いでしょあっという間の、まあ、久しぶりだからだと思いはいやっぱいいですね <laughs> ラジオ。あ,あそうですかはいいいですよはいと、はいうことでまあ <laughs> ちょっと今日は久々の「爆笑出ず」という、はい、やっぱ先週の直しのあの神々「カミうん。1個」とか言ってたからね <laughs> 10個のこと <laughs> いやでもなんかあの良かったですよあのある意味あのなんかそのぎくしゃく感がずっとなんか俺が直し怒ってるみたいなラジオだったよほら <laughs> 直しはテンションはなかなか上がらなかったね、うんまあ、それが直しの良さではありますからそれを吹き飛ばすお最後また歌で先週勝手にいない時に自分の歌直すのやめてもらって <laughs> 本当に、はいいほんとということでそれでは聴いてください奥きで名もなき歌俺似てるダまああ,ますあだらだら歌って終わった気がするこれ。 チャートライのゆくまんナ熱バー」「全部食べてやるもんだり」「君は誰真実を握り」「へい!」「ひめさま一丁握り一丁!」「そっくりの」「そっくり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 」